ザキー・アル・アルスー・ウズイは、シリアの哲学者、言語学者、社会学者、歴史家であり、アラブナショナリストである。彼の思想は、バース主義とその政治運動の発展に重要な役割を果たした。生涯にわたっていくつかの書籍を出版し、その中では、アラブの添付の際はその言語にあるが有名である。アルスー・ウズイは、シリアラタケアの中流階級の家庭に生まれ、 フランスのソルボンヌ大学留学中にナショナリズムに興味を持った。1930年にシリアに戻り、1933年に民族行動同盟のメンバーをなった。その後、政党活動に厳滅し1938年にダマスカスに移り1939年にはローナを脱退した。ダマスカスにおいては学生を中心とするヨーロッパ市、 ナショナリズム、哲学について議論するグループを主催していた。ローナを去って間もなく、明確な協議を持った、アラブナショナリストの政党として、アラブ民族党を設立した。バグダードで職を得たためタン機関の活動であったが、すぐにシリアに戻ることになり、1940年11月に、新たに秘密結社、アラブバースを結成した。1944年に、 メンバーのほとんどがアフラクトビータールの率いるアラブバース運動に合流したが、両者は思想的にはほぼ同一であった。1947年に2つのバース運動は合併し、後に政権を取ることになるアラブバース党としてまとまった。しかし、合併したもののアルスーズイーは合併大会に出席せず、党員資格も与えられなかった。 1940年代から1950年代の時期には政治から離れて教員として働いた。だが、1960年代のバーストを政権内の権力闘争が彼を復帰させることになった。政権内でアフラクトビータールの派閥とサラーフジャディードとハーフィズ・アル・アサドの派閥の間の対立が起きた。アフラクトビータールは破れ1966年に シリアから逃れた。アフラクはシリアのバース島と決別したイラクのバース島のもとに迎えられた。そのためシリアのバース島はアフラクとビータールに代わるイデオローグとしてアルスーズイーを復帰させた。アルスーズイーの社会、言語及びナショナリズムに関する思想はバース主義の思想の一部となった。アラブ人が過去の千年間を失っていた。 アラブのアイデンティティを再確立するときにアラブ国家は統一されるというのがその考えであった。アラブの統一への鍵は言語であるとした。アルスーズイーは1900年にオスマン帝国支配下のラタキアのアラウィー派の中流家庭に生まれた。母親のマリアムが著名な宗教一家の出身である。一方で父親のナジーブは弁護士だった。二人の兄と二人の姉がいた。 1904年に一家でアンティオキアに移住した。その頃、クッターブで学び始め、コーランを記憶した。4年後、両親は彼にオスマン帝国内の正当な教育を受けさせるために、ラスティに入学させた。1915年、彼の父は民族主義的な活動をしたとして、オスマン帝国当局によって逮捕された。 アルスーズイーは後にアラブナショナリズムに関心を抱く、きっかけになった出来事であったと回想していた。彼の父が短期間投獄された後、一家は今夜の町に移住させられた。一年後、アンティオキアに戻ることが許された。アルスーズイーによると、彼の父は、ファイサル一世がダマスカス入りしたというニュースを聞いて、アンタケアの政府庁舎のオスマン帝国機を、 ハーシム家の旗に取り替えた。第一次世界大戦後、アルスーズイーはレバノンの在族会で学び始めた。そこで哲学に触れるとともに、フランス語の語学力を極めた。一方で無心論者として、煙たがられた。彼はしばしば、神の子より、地上の我々の方がよほど様々な問題を解決できると言っていた。終了後、 アンティオキアの中等学校の数学教師の職を得たが、その後アルスーズ学区を統率する職につき、1924年から1926年まで、務めた。1927年、フランス高等弁務事務所から奨学金を得て、ソルボンヌ大学に留学した。1930年まで留学していたが、学位を得ることはなかった。留学中、全植民地行政官、 ジャンガルミエと信仰を結んだ。ソルボンヌでは19世紀のヨーロッパ哲学に魅せられ、ジョルジュ・デュマ、エミール・ブレイエ、レオン・ブランシュビック、アンリ・ベルクソン、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテなどの哲学に関心を持った。最も影響を受けた書籍は、ベルクソンの創造的進化、フィヒテのドイツ国民に次ぐであった。思想家の中ではフィヒテに最も共感していた。 アンティオキアでの教員時代1930年にシリアに戻り1932年からアンティオキアで教員を務めた。フランス植民地当局は彼がシリア内で生徒にヨーロッパ哲学やフランス革命などの話題について教えることを禁じた。フランス革命の理念である自由、平等、博愛について生徒に説くと教室から追放された。 1934年、学生クラブであるクラブでボザールを創設し、フランス文化の拡散を図った。フランス当局はクラブに難色を示したが、このことが本格的な政治活動のきっかけとなり、アラブナショナリストへと傾いていった。1933年8月、レバノンカルナーイルで50人のアラブナショナリストと共に、民族行動同盟を結成した。ローナは、 オスマン帝国時代のエリートの支配を受けない数、少ないアラブ系政党の一つだった。ローナのメンバーは若く、西欧で教育を受けた者が多かった。人々の間で人気が高まったが、1935年に創設者のアブドゥラザーク・アルダンが死去してからは衰退した。アルスウズイーは創設時から1939年までアンティオケアの地域代表となった。 1930年代にトルコが初めてアレクサンドレッタを併合しようと試みた際にはこれを強く非難し、1934年から1938年にかけてのアラブナショナリスト闘争の象徴となった。1939年、フランスとトルコが同盟を結ぶことと引き換えに、フランス支配下のシリアはアレクサンドレッタ地方をトルコに割譲した。この後、 アルスーズイーはローナを脱退した。1938年よりダマスカスでアラブ主義とアラブナショナリズムの研究に取り組み始めた。政党政治に幻滅し、学生を集めて学習グループを主催した。アルスーズイーは学習グループにおいて、フランス革命、明治維新、ドイツ統一、イタリア統一運動について論じ、フィヒテ、フリードリヒ・ニーチェ、カール・マルクス、 ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、オスバルト・シュペングラー、ベルクソンの思想を説いた。ローラを脱退してすぐ明確な協議を持ったアラブナショナリストの政党としてアラブ民族党を創設した。アルスウズイーは間もなくバグダードに移ったため政党活動は長くは続かなかった。バグダード滞在中にアラブナショナリズムをイラク人にも広めようとしたが、 1940年に失望してシリアに戻った。1940年11月29日、アルスーズイーはアラブバースを結成した。アルスーズイーがアラブバースを結成したのと時を同じくしてアフラクとビータールラがアラブ復興運動を結成した。アフラクやビータールラが政党組織に力を入れる一方で、 アルスーズイーは1959年まで教師として働き続けた。アルスーズイーの塔にはメンバーはあまり多くなく書物を読み、執筆、翻訳などをすることに時間を使っていた。1941年、アルスーズイーはダマスカスから追放され、3名のメンバーが逮捕され、残りはダマスカスを脱出した。翌年、アルスーズイーは仲間と共に 党の再建を試みたが失敗に終わった。仲間の一人はアルスーズイーが亡命生活中に被害妄想気味になっていたと証言していた。1944年メンバーの多くは脱退しアフラクらのアラブバース運動に合流した。アルスーズイーとアフラクの関係は最悪なものとなった。アルスーズイーは透明を奪ったとしてアフラクを非難した。同時に アルスーズイーの政治への興味は薄れていき、言語学の研究に時間を費やすようになった。1943年、研究はアラビア語の語根や弁別的蘇生を分析したアラブの添付の際はその言語にあるの出版で頂点を極めた。しかし一方でアルスーズイーは徐々に精神的に不安定になっていった。彼を知る複数の人物がアルスズイーが 社会や友人との接触を避けるようになったと記している。イラクで、ラシード・アリー・アル・ガイラー2のクーデターが起こって以降、アルスーズイーの人気は下がっていった。イギリス・イラク戦争において、アフラクト・ビータールは、イラク救援シリア委員会を設立し、ガイラーに率いるイラク政府を支援した一方、アルスーズイーは、ガイラーの政策は失敗するという理由で関わることに反対していた。 アルスーズイーを支持する者もいたが、多くはアフラクの理想主義に魅力を感じた。また、アルスーズイーが人間不信になっていたことも人気低下の原因であった。1947年、アフラクやビータールラのアラブバース運動はアラブバースと合併した。アラブバース側の交渉役は、ワヒーブ・アルガニームとジャラールアイコールサイードであり、アルスーズイーではなかった。 唯一の課題は社会主義的な政策をどれほど取り入れるかであった。二つのグループは強引に達し、バース運動は急進的になり、さらに左傾化していった。アルスーズイーはバース党設立総会には出席せず、党員資格も与えられなかった。1940年にバグダードから帰国してから、アルスーズイーは哲学講師の職を得たが、すぐに解任された。 1945年から1952年までは、ハマーとアレッポで、中等教員を務め、1952年から1959年に退職するまでは、教員養成学校で教えた。1963年のバースト、第6回党大会以降、アフラクやビータールラ創設メンバーは徐々に地位を失い、代わりに権力を持ち始めていた、ハーフィズ・アル・アサドは、 アルスーズイー二軍におけるイデオロギー形成を依頼した。アルスーズイーは、その後、政府から恩給を受けるようになった1965年には、民族指導部メンバーに選出された。当時指導者の一人となっていたサラーフ・ジャディードは、アフラクやビーター・ルラ旧指導者のリーダーシップに反発し、アルスーズイーをバース思想の創始者として、彼らにとって変わらせようとした。 1966年にバーストーがシリアとイラクに分裂して、以後はアルスーズイーはシリア派の主要なイデオローグとなった。一方のアフラクはイラクに受け入れられた。1966年から1968年に死去するまではアサドとジャギードのイデオロギー面での個人的なアドバイザーとなった。1968年7月2日、ダマスカスにて死去した。 アルスーズイーの中心的思想はアラブ国家の統一であった。彼はアラブ国家がイスラム教成立前後のアラブの歴史まで遡ることができると信じていた。歴史的なつながりこそが重要であり、言語を通じて過去と現在のアラブ人をつなぐことが現代においてアラブ国家を再興させる唯一の方法であると考えていた。要するに失われた アラブアイデンティティを取り戻すための鍵となるのは言語であると信じていた。アルスウズイはヨーロッパのナショナリズムは因果性に基づくものであるがアラブのナショナリズムは自発性の基づくものであると主張していた。ありがとうございます。